こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。まずガチャをやろうと思います。無料でできるやつがあるんで、まずこれやって。これ時間ですね。それと、まあ、材料みたいのが出るんで、飛ばして。あとね、レアガチャのチケットが、あったあった。ここですね。あるんで、23枚あるからちょっとしましょう。できたらね、星3が出たら嬉しい。立花兄弟の、どっちかな、立花、あ、惜しいな。和夫だったっけ、二人いるんですよ。で、一人はね、星3があるんで、そのカードをね、育てようかと思ってます。デッキっていうか、カードのを見たら、星3が1枚だけあったんで、欲しいですね、ここで。あ、ないね。あればね、出たらちょっと、星さんを育成したいんですよね。もう一回行こう。頼むよ。まあ、5、6回やって出なかったら諦めましょう。このね、素早いカットとかは使い回しできるんじゃないですか。この人特有の、あ、この人固有の、なんかね、選手固有のスキルみたいのがあるんですよ。今のは違うと思いますね。誰でも使えるスキルだと思います。あー、ダメだな。持ってると思う、しかも。これも多分、使い回しができるやつじゃないかな。出ないっすね、やっぱり。やっぱ3は出にくいのかな。だいたいね、レベルって60までなんですよね、選手。あ、来た。あ、持ってますね。ただね、色があるんで、お、ツインシュート覚えたよ。これいいね。あったっけ、最初から。あー、僕はこちら持ってるんですけど、あのね、同じ選手でも色があるんですよ。赤、青、緑みたいなね。それでね、グーチョキパーになってて、ちょっと出なかったな。これで終わりにしましょう。残念。やっぱ出にくいんだな、星さんは。あ、出たんじゃん。これなんだ。俺たちの成長ぶりを見せて。なんていうの、浦部っていうの。うわ、知らねえ。オートモカルテット。いやー、このスキルいいね。まあ、出たんだ。ちょっと嬉しいけど。この翼くんから左、そっから上。このゴールキーパー以外は、全部今、デッキに入れてるやつで。今当たったのどこに行ったんだ？これかな？これ。これはね、自分が持ってるやつで、これを育てようと思ってるやつですね。立花くん。どこ行った？浦部くん。浦部だったっけ？星さん。どこですか？あ、これだ。はい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 。7452。これでね、特訓っていうのは、ここの特訓ランクっていうのは上がるんですよ。そしたらここの数値が上がってきます。これ4まで上がりますね。進化、素材、あ、違う。こっちか。あー、これ上げるのまた大変だな。とりあえず特訓で上げてみるか。はい。でしょ。で、今2になったでしょ。これ4まで上がるんで、どんどん上げていきましょう。はい。はい。これで終わりかな。あ、まだか。で、マックス。あとは、強化する、強化がね、60まで上げれます。これはね、これを使いますね。今、一重、百千万、330万、8298。これを使っていきます。強化する。見せてやる！
見せてやる。これがちょっとずつ上がってきてますね。これちょっと地味なんで、これやめて、デッキ入れ替えましょう。じゃあ。どうしよう。どいつ入れよう。ここら辺変えようかな。じゃあ。さっきの、どこ行った星さん。あれこれかな。え、これか。これも星さんだな。これと変えて、このね、数を変えたいんですけどね。まあ、とりあえずこれで保存しよう。立花の兄弟もね、持ってるんですけど、どっちかな？これが数をかな？数をね。これね、確か星2から育てたような気がするんだけどなぁ。ちょっと記憶が。今ですね、チーム力っていうのはここですね、33万です。これがね、高いか低いかって言ったらちょっと低いと思いますね。60万ぐらいの、58万とかね、60万ぐらいの人見たことあるんで、まだまだ上げれると思います。こういうね、今、星5つになってますよね。これ上げていけるんですよ。で、素材をね、集めないといけない。それと、この翼くんとかはね、ホームで、あ、バッチマッチっていうので、ここでね、集めることができます。で、こういう選手を集めて、どんどん、このレアリティを上げていくことができるんですけど、これもマックスまで上げたやつですね。今日はどうしよう。シナリオを少ししますか？ずっとやってないから、メインを。もうね、忘れてると思うんですけど、終鉄？終鉄だったかな？若林くんがいる小学校なのかな？これ。対抗戦やってるんですよ。すべてのクラブの対抗戦だったかな？サッカーだけじゃなくって。で、これでかな？これ今、試合、相手は、弱いっすね。ちょっと途中まで見ますか。勝つと思います。10倍以上違うんで。こっち33万、相手2万8000ですから。ちょっと前半だけ見て、飛ばします。果たしてどうなるか。これね、普通のスピード遅いんですよ。さあ、このスピードです。ちょっと遅いでしょ。いよいよ抜けた。誰も。ちょっとね、早くしましょう。2にしますね。シュートだ。3まであるんですけど、3にすると、ね、何が何だか分かんなくなるんで、2でちょっとやっていきます。それと今ここ今こうずーっと溜まっていってますけど、溜まるとシュートが打てますね。必殺技みたいなの出せます。はい、この状態 でミラクルシュート。みんな今がチャンスだ。いくぞ。決める。勝負だ。出た。ジャンピングヘディングシュート。まあまあまあ、負けることはないですね。あ、ここの画面の左のこの赤、緑、青っていうのはこのグーチョキパーです。赤は緑に強くて、緑は青に強くて、青は赤に強いみたいな。選手にね、色分けがあるんですよ。で、前半ね、ちょっと飛ばしましょう、ここは。試合は勝ちました。後半1点しか取れなかったですね。やったよ。全然やってないんで、やっていきましょう。おおおお、なんかいろいろ解放された。あ、いい交換しなくて。あ、出た。南葛終鉄。終鉄っていうのはね、あのキーパーの若林くんがいるところですね。カードもうできるのかな。できるね、カード。あー、なんかね、条件があるんですよね。さっきのバッチマッチでね、条件があって、これノーマルなんですよ、自分がやってるの。このハードをどこまでやると、その、また、バッチマッチのコインの枚数増えるとかね、ベリーハードだったらさらに増えるみたいなね。ちょっとね、まだノーマルから行きましょうね、やってないから。あとね、喋ってくれないのがちょっと残念。あ、出た、美咲くんだ、これは。あ、どここれ、あ、山と、出るんだ。
んだってって、そうだよね。出た対抗戦120対120って、これ他のなんかクラブも全部戦ってるんですよね。バレー部とか剣道部とかだったような気がする。学校の対抗戦ですね。なんで南葛町に入るのに終結町まで行かなきゃいけないんだろう。いいじゃん。試合出てくんないかな。出るんだったっけ。あ、出た。若林だ。おお。あ、終わりなんだ。オッケーオッケー。喋ってくれないのがちょっとね。作戦？はい。どこにもいません。いやいやいや、翼がいるからやばいよ。大丈夫なのかい。そう、翼くんってね、何々くんって言うんですよ。若林くんとか言うんだけど、途中からね、呼び捨てに変わりますよ。例えば石崎くんもね、石崎くんって言ってって、ある日突然石崎って呼び捨てになるときありますからね。来た。出たじゃないかい。美咲くん出てくれよ。そうなんだ。そうだったっけ？全然覚えてないや。これ試合あるんだけど勝ちますよね、どう考えて。毎手2万8000ぐらいしかないから。みんな今日の試合も頑張ろう。みんな思いっきりいけ。あ、ちょっとスピードを俺3にしてたな。ちょっと遅くしよう。2。いやいや、勝つでしょう、いくらなんでも。これね、あのウィコレみたいにね、12点とか取れないですよ。10。いや、抑えるでしょ。こいつの友達。よし、みんな今がチャンスだ。ミラクル、いけるよ。行きます。これが勝負だ。何？さあ勝負だ。さあ勝負だ。いや、おー、最高だぜ。な、南葛じゃないですけどね、メンバーが。アルゼンチン代表とか、あのドイツとかいますからね、チームに。でも1点しか取れてないんですよ。こっち33万もあるんですよ。相手ね、2万8000ぐらいしかないのに1点しか取れない。どうなってんだろう。行くよ。何？入れさせはしない。やったよ、みんな。オッケー。みんな、今がチャンスだ。頼むよ。俺のテクニックを見せてやる。決める。勝負だ。入れさせはしない。いやいや、無理でしょ。あ、臭いよ。オッケー。みんな、やっぱ勝った。ね、3-0 ですからね。これウィコレだったらね、13点ぐらい取ってますけどね。こんだけ
総合力に差があったら。結構僅差なんですよね、キャプテン翼って。あ、これ負けたってことになるのかな？これか。おっと、ここで前半終了の笛。いや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 、勝ったけどね。あ、そうなんだ。こうするんだったらなんで試合させてるのかわかんないですね。試合では勝ってるのにね。あの、コンピューターの戦いは。誰？翼？そうなんだ。何をどうしたかが分かんないですね。出た。1点取ってくれ。さっきの若林くんに1点取ってくれってここですね。この後ね、試合が2試合あったんですよ。でももう飛ばしました。で、次ですね。この転校生、三崎太郎。もう三崎くんと会うんでしょうね、ここで。勝ったってこと？あ、つかずなんだ。あー、延長戦ね。もう全然、覚えてないっていうか、もしかしたら見てないのかな。美咲くん出てくんのかな、ここで。あ、あとね、さっき2試合したら、なんか選手がね、解放されて、その選手を、バッチマッチっていうので、コインを貯めたら、なんか手に入るみたいですね。終鉄の選手、南葛じゃなくて、若林くんの小学校の選手が何人か解放されました。多分、捻挫してると思うよ。あ、来たー、美咲くん。そうか、南葛に来るから。今日転校してきた。ああ。そしてその勝負に俺は負けた。だから延長戦はお前らだけず。あら！負けちゃうじゃん。余ったれんじゃねえみたいな感じかな。そうだよ、サッカーチームプレーだよ。でも今のあれだね、今だったらもう完全に暴力事件になっちゃうね。厳しいから。出たー、これゴールデンコンビとかいうやつになっちゃうの。でもその前に俺は終鉄のキャプテン。キャプテンじゃダメ、出ないとダメだよね。いや、盛り上がってきたよ。あ、終わったんだ。なるほど。さっきのね、あー、なんかミッションいっぱいクリアしてる。一日も早くプロになりたい。ここですね、バッチマッチでね、ここね、この滝とか、この、なんて名前ちょっとわかんない。伊沢とか、この深沢、ここら辺全部解放されました。だからどんどん解放されていくんでしょうね。試合を重ねたら。ずっとやってなかったんで。とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回続きですね。やっていきます。ご視聴ありがとうございました。